中もどきの最終決戦、激突する青と赤。大したものだ、時間を稼いだ甲斐があったな。任せたぞ、俺は他にやることがある。仮面の力が、もう終わりだ。やっぱまだ安定しねえな。ん、おい、やつを見ろ。この宇宙でも貴様は俺に決して勝てない。前天に集めた愚かな戦いのエネルギー、この光、全てが俺の力だ。これがフルパワーだ。ベジータ！俺の体はオリジナルを超える。見つけましたよ、貴様から受けた屈辱、晴らさせてもらう。邪魔をするな。いでよ、邪悪竜。なんだ、あいつは。心を読んだ。奴は別の世界の君が戦った相手のようだ。何？邪悪竜。しかも破壊王とはな。あいつは俺たちが何とかする。君たちはさっさと奴を倒せ。やべえぞ、ベジータ。ああ、さっきとは比べ物にならんほどのエネルギーだ。あんなもの食らったら西の都は。あれをやるしかねえ。まさかフュージョンか。二度とやらんと言ったはずだ。今あいつを倒さねえと、ゴテンも父もブルマもトランクスもみんな殺されちまう。クソったれ。無駄なことを。傷が治った。合体か。
だが所詮その程度、神の力には及ばない。どうかな。進化したというのですか。回復が追いつかん。こんなはずはない。この俺が人間なんだよ。から出られたぞ。ん？あれ冬か？どうやら子供になってるみてえだけんど、とんでもねえ気がビリビリ伝わってくっぞ。次回、スーパードラゴンボールヒーローズ、立ちはだかる冬の脅威、奇跡の最強コンビ誕生。絶対見てくれよな。